アです。ヘディング飛び出しました。お、決まったようです。ゴールのジャッジです。先制鹿島アントラーズ。決めたのは今小田原でじゃないですかね。小田ですね。小田いつき初ゴールです。これインスイングのボールが入ってきて前で当てたんですね。この後、はい、微妙ですね。一度弾いてこれですね、上のボールを弾いてその後ですね、まあ、キャッチに行ったんでちょっとこぼれたんですよね、ボールが外に、まあ、一発で逃げてもよかったんですけれども、いやこれは本当に横の真横の映像で上からこう見ないと分からないですかね、はい、いやちょっと分からないですね。これはちょっと分からないですね。もうあれを、まあ、副審があの距離からねちょっと見るっていうのはねちょっと難しいかもしれないですけども。